ゃ分かんないんですよね。なんでそんな風になったのか全然分かんなくて、いや先日なんですけど、柄にもなくガムを食べてたんですよね。まあガムを食べるのに柄があるかどうかっていうのは分かりませんけども、ガム食べててくしゃみしそうになったんですよ。ヘクション、その勢いで口からガムが出たんですけど、そのヘクションぐるぐるぐるペタッここについた。はぁと思って、普通こっちだよね。でなんでなんかよくわかんないアクロバティックな動きをしてくるくるくるペンってここについたんで、よくわかんないですよ。どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。ってわかんないですよ。どういうことなんですか、どういうことなんですかといえばですね、9月のゲームソフトの発売スケジュールも一体どうなってるんですかと、9月はですね非常にたくさんの注目すべきゲームソフトがあります。というわけで今日の動画は9月何買うの動画です。私が買う予定のゲームですとか、あとは世間的に注目されているようなゲームをまとめてちょっとおさらいしようという動画でございます。買うべきゲームはどれなのか、皆さんぜひこの動画で見極めていってください。あ、いや待ってね、別にゲーム一本一本を細かく紹介はしないので見極めれるかどうかは分かりませんけれども、まあ、スケジュールのおさらいとしてね、皆さんが購入予定、注目してるゲームソフトなんかがありましたらぜひ皆さんコメントいただければと思います。みんながどんなゲームに注目してるのかもちょっと聞いてみたいなと思いますから。そもそもこの動画いつ公開されてますかね。あと予定としては8月30日か9月3日のどっちかに公開しようと思ってるんですよね。9月3日公開だとしたらもうすでに発売されているゲームソフトも何本かあるかもしれません。9月はね頭から結構ゲームが出てきます。まずは9月1日クルセイダーキングス3が日本語化されて発売されます。これ結構待ちに待った人も多いんじゃないでしょうか。中世を舞台としたストラテジーゲームとなっております。発売自体は何年か前にされてるんですけれども日本語化はされておりませんでした。 Xbox 版と PlayStation 版どちらも、日本語化されます。パソコン版はちょっとねどうなるか分かりません。まあこういうのって結構コンソールの日本語化が来たと同時にパソコン版も日本語版来る場合もあるんですけれども、どうなんだろうね、その辺はちょっと分かりません。このゲームは買おうかどうか私はちょっと今まだ悩み中なんですよね。そして、9月2日ラストオブアスパート1が発売されます。超名作ラストオブアスのリメイクとなっております。ラストオブアスはプレイステーション3で発売されまして、その後 PS4 版でも、まあ、ラストオブアスリマスターとか登場しておりまして、そんなにすごい古いっていう感じはしないんですが、グラフィックなども一から再構築されております。私あの先行プレイさせていただいておりまして、情報解禁のタイミングに、パフォーマンスの比較動画なんかを出そうとも思っております。まあ、この動画が9月3日公開だったらもうその動画出ちゃってるかもしれないんですけれども、ラストオブアス悩んでる方いらっしゃったらぜひその動画を参考にしていただければと思います。ラスアスパート1を購入するかしないかの分岐点となるのはその価格の価値がリメイクのその作品にあるかどうかっていうところを見極めるっていうところになってくるかと思います。その見極めは人によってね違うかとは思いますけれども、さあなんていう感じで9月の頭からですね注目作がどんどん発売されているわけなんですけれども、9月8日ちょっと個人的注目作がありまして、スチールライジング、このゲームはフランス革命を舞台としたソウルライクなアクションゲームとなっております。ソウルライクっていうかちょっとセキロライクなところもあるんですけれどもね、まあ、フランス革命を舞台とはいうもののオートマタを操るゲームとはなっております。なんかもう一つのフランス革命なんて言われておりますけれども、まあ、この手のアクションゲームが好きな方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、もちろんねダークソウルやエルデンリングなんかの類だけではなくてニオーだとかコードベインだとか、なんか高難易度なゲームに挑戦するのが楽しいっていう方もいらっしゃいますし、なんか高難易度だからじゃあ楽しいかっていうわけではないんですけども、ソウルライク、まあ、ダークソウルみたいな作品に影響を受けて作られてる作品って、まあ、得てして世界観作り込み頑張ってるところが結構あるんですよね。グラフィックも頑張ってたり、スチールライジングなんかは結構グラフィックすごく綺麗に見えるかなと思います。ちょっとぜひ触ってみたいゲームの一つとなっておりますね。まあ、ただねこれ何度も同じことを申し上げてるんですけれども、ダークソウルシリーズだとかエルデンリングみたいなクオリティを期待しすぎるとそれちょっと酷な話かもしれませんねというところではあるかもしれませんけどね。いやまあただしね、俺このゲーム買ったとして一体いつ遊ぶんだっていう話はあるんですよ。だって9月9日スプラトゥーン3が発売されます。一番の本命はここです。私は今年に入ってから初めてスプラトゥーン2は遊んだんですけど、まあ面白い。先日ね、スプラトゥーン3の前夜祭も参加させていただいて、ライブ配信でね、実際にゲーム実況とかを撮らせていただいたんですけれども、めちゃくちゃ面白いですね、やっぱりね。で、スプラトゥーン2の時には体験できなかった、
発売当初の盛り上がり、まあ、フェスとかね、なんかそういうゲーム内でのイベントが行われるようなものに参加できるっていうのもあって、すっごい楽しみにしております。私の動画ではどちらかというと、任天堂スイッチよりもプレイステーション関係の動画の方が皆さん興味があるのか、再生数がそっちの方がつくような傾向があったりするんですけれども、まあ、日頃プレイステーションを遊んでる方もぜひですね、ちょっとスプラトゥーンの面白さぜひ目を向けていただきたいななんて思っております。もう購入予定、遊ぶ予定の方はぜひね、一緒に盛り上がっていきましょうというところなんですが、あ、待って、ちょっと9月9日か、俺スプラトゥーン遊べるかな、遊べるかな。私9月9日ちょっとパーマネント当ててきます。まあ、そういうスケジュールになっちゃってるんですなんでこの日に入れたパーマネントって思うでしょ。すっかり忘れてたんですよ、スプラ3の発売日だってこと。今回もちょっと滝藤健一さんと同じにしてくださいって言ってくるかな。あ、滝藤さんは結構強めのパーマ、どうでもいい情報に時間取ってんじゃねえぞ。ということで9月9日からスプラトゥーン3三昧になっちゃうな。ちょっと今からねワクワクしてるんですけれども、ただね9月ね、ゲームの発売だけじゃなくてゲームの大きいイベントが待っておりますよね。東京ゲームショーがございます。東京ゲームショー15、16、17、18の4日間ですかね。15、16日はビジネスデーとなっておりまして、一般公開日が17、18日、まあ、祝日が、一般公開日となっておりますね。2020年、2021年は、まあ、コロナ禍の影響もあってオンライン開催となっておりました東京ゲームショー。まあ、2021年はなんかメディアやインフルエンサーに向けたリアル会場みたいなのを設置はしてたみたいなんですけれども、まあ、2019年以前の東京ゲームショーとはね、えらい規模も全然違ったんだと思いますが、今年からリアルイベントの復活となります。いや、これはね盛り上がるぞ。これはものすごく数年ぶりのリアルイベント東京ゲームショーなわけですから、出展するゲームメーカー各企業さんも気合が入ってるに決まってるよね。行きてー行きてー、どこかの企業さん呼んでくんないかな、どっかの企業さん呼んでくんないかな。もうちょっと、おい、カプコン机に超えてく、なんで呼んでくんないんだよ。せやでも大丈夫。オフラインでもいろんなね、イベントといいますか、まあいろんな配信、情報発信が、この4日間はあると思いますので、逐一追いかけて、東京ゲームショーのな、ね、東京ゲームショーの熱気みたいなのをね、オンラインでも感じ取れるようにね、なんやかんややっていきましょう、みんなで。ワンチャンギリギリ直前でさ、呼んでくれるあるかな、来るとか言われないかな。ギリギリ。お待ちしております。いや、誰が読むねんってね。ゲーム関係の人は多分、刑事チャンネルとあまり関わりたくないと思うんですよね。テレビ関係者が、ガーシーとはあんまり関わりたくないように、ゲーム関係者は多分、刑事チャンネルとは関わりたくないんじゃないかなと思っておりますけれども。まあ、そんなわけでですね、まあ、東京ゲームショーやってる最中なんですけれども、9月15日には、ドラッコンクエスト10オフラインが発売されます。何度か発売延期されて、とうとう発売という形になりますね。やっぱりドラクエですから、これ相当売れちゃうんじゃなかろうかと。とはいうもののね、新規のナンバリングとかっていうのとも違うので、まあ、どういった形の動向になるのかは分かりませんけれども、注目作の一つであることには間違いないかと思います。でね、9月15日にはね、くしくも PS5 の値上げの日でもあります。9月15日から、まあ、PlayStation 5の本体の価格が5000円ちょっと上がりますからね。で、それに伴ってなのかどうかは分かりませんけれども、PS5 のね、マイナーチェンジ版が9月15日に発売されるんじゃないかっていう噂も出ております。それこそ海外では、そのタイミングで非常にたくさんの PS5 がドンと出てくるんじゃないかなんていう風に言われてたりもしております。ソニーは今年度、PS5 の販売台数を1880万台だっけ ?1800 何がし万台っていう風に目標をつけてやっておりまして、生産の目処が立っているということですね。ただまあ価格の上昇に関しては、まあ、為替の変動や物価の上昇などによって引き起こされたものとはなっておりますけれどもね。まあ果たしてその辺どうなってくるんですか。まあそんな言っててもしゃあがないんでね。今日は動画の趣旨が違うのでね、ゲームソフトの方の話をしていきましょう。本当だったらね、9月21日にエビルウエストっていうゲームが発売する予定だったんですけどね。ただ日本語版はちょっとなくて、ただまあ TPS もシューターだから別に日本語版なくても遊んじゃおうかなって思ってた。だけど延期しちゃってね、11月になっちゃいましたからね。まあ、11月に遊ぼうかななんて思ってるんですけどもね、まあ発売しないゲームの紹介やめろよ混乱するやろがい。いやだって面白そうなんだもん、エビルウエスト。グラフィック綺麗だしさね。
そしてですね、9月22日にこの辺からですね、スクエニのゲームラッシュが始まってくるんですよ。ディオフィールドクロニクルが発売されます。先日体験版も配信されておりました。シミュレーションゲームとなっております。まあ RTS と言ってもいいんじゃないかなとは思うんですけれどね。まあ操作感やゲームの仕様自体はそういったものとなっておりますが、公式曰くリアルタイムタクティカルバトルというふうに言っておりますね。まあ、注目作の一つなのではないでしょうか。私も買おうとは思っております。ただね、その翌週もっと注目している作品が、スクエニの作品が出るんですよ。9月29日バルキリーエルシオン、バルキリープロファイルシリーズの新作となっておりますね。過去のシリーズとは打って変わって 3D のアクション RPG に生まれ変わったバルキリーエルシオン。このゲームがね、その第一トレーラーが発表された段階では、あーなんかちょっと冴えない感じのアクション RPG に見えてるなって思ったんだけど、セカンドトレーラーが出たタイミングでなんか随分と洗練されてるように見えてきたんですよね。キャラクターの魅力も最初は感じなかったんですけども、2つ目のトレーラー見たら妙にキャラクターの魅力も感じるようになりまして、買い確定です。あのスクエニさんね、たまに大当たりなアクション RPG 出してくるんですよ。まあニーヤオートマタみたいにね。まあそれと同じ空気を感じるかどうかって言われるとまた話は別なんですけれども、バルキリーシリーズの世界観とかキャラクターの魅力っていうのは結構すごいあるなと思っておりまして、買います。でしかも同日にですね、バルキリープロファイルレナスも発売されます。これはまあリマスターっていう形での発売かな。私としてはね、このレナスだけちょっと早めに、そのエルシオンの1週間とか2週間前に発売してくれた方が嬉しいなと思ってたんですけれども、なぜか同日に発売させるという、どっち遊んでいいか分かんないじゃんね。まあどっち遊んでいいか分かんないって言ったら、1週間前にディオフィールドクロニクル発売させてちょっとバッティングしすぎじゃねえかなっていう気はしてますけれども、いやでもさ、そのバルキリーエディションはそのスクエニがたまに当たるアクション RPG 作るよっていう話を今さっきしたんだけれども、スクエニさんのシミュレーション RPG って結構当たってるよね、基本的には。最近だったらトライアングルストラテジーも当たってたし、まあ歴史を遡ればファイナルファンタジータクティクスはおそらく日本でシミュレーションゲームで一番売れたゲームになってると思うんですよね。まあみたいなところがあるので、ちょっとこの2本はね油断できないかなと思っております。ディオフィールドクロニクルは体験版を私プレイして、まあどんな感じのプレイフィールになってるのかっていう動画も作っておりますので、まあ自分でプレイするのはちょっとめんどくさいけどやや気になるなっていう方はそちらの動画をご覧いただければいいかなと思います。そしてですね、9月29日には英雄伝説黒の奇跡2も発売されます。これちょっと待って、JRPG ファンこれ大渋滞しちゃってますね。黒の奇跡シリーズはね、バトルがそのなんだろう、シームレスにアクションからコマンドへと好きなタイミングで切り替えることができるっていうかなり一風変わったシステムで、前作のその黒の奇跡もすごい評判良かったですからね。これ2にもますます期待がかかってくるのではなかろうかといったところではないでしょうか。さあまあそんな感じでですね、2022年9月の、まあ、注目作となっておりました。私が購入確定なのはクルセイダーキングス3ラストオブアスパート1、まあラストアスはちょっと先行プレイさせていただいてるので購入とはちょっとまた別な形になっちゃってるんでちょっとややこしいですけどね、まあ、その2本とさらにスチールライジング、スプラトゥーン3、ディオフィールドクロニクル、バルキリーエルシオンと6本になっております。だ、無理ー、もう無理ー。まあ年月が経って仕事辞めて YouTube の動画投稿ももうやめますってなって時間がたっぷりできたらどう、何年寝かせる気だよ。はい、というわけでですね、2022年9月発売予定のゲームソフトをおさらいとなっておりました。皆さんは何を買いますか？楽しいゲームいっぱいありますしね。東京ゲームショー行く人いる？ぜひ楽しんでください。私の分も。いや、俺まだ諦めてねえから。どっかに呼ばれるんじゃないかってまだ期待してるから。え？そんなに言うんだったら別にプライベートで行けばいいじゃんって。いや、今ね、子供いるからプライベートで遊びで行くってなるとちょっとね、それ無理なんですよ。だけど、まあ、YouTube の撮影みたいな感じで行けるんであれば、それはまたちょっと話変わってくるじゃないですか。プライベートで行くんだったら、ほら、一般公開デーに行くことになるじゃないですか。一般公開デーでこうカメラ回すの無理なんで、ビジネスデーに来てもいいよっていう企業さんあったら声かけてください。なんだ、何の宣伝なんだよ。俺、自分で自分を売り込んでます。というわけで今日の動画はここまででした。ご視聴いただきありがとうございます。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。よっしゃねー、さあさあ。実は今日の撮影中ずっとファンタグレープを飲んでましたね。これがうめえんだ、これね、変わらないうまさ、このことですね。